すごい表情。はい、始まりました。公式山の登り口までは30分と。30分です。歩いていきましょうか。住宅地を。ロウバイ咲いてる。みかん野池ロード。あの削られた山がちょっと気になるな。レトロ自動販売機。レトロやね。スコールある。古いやつ。あ、でも飲み物のラインナップは最近やね。あんまりあんた正面から行かれんよ。ワンちゃん怯えとるけんな、これ。バイク来たよ。バイク来たよ。燃やしなかった。こっちが。あ、ほんまケンケンしてる。なかった。かわいそう。あれがそれだよ。公式さん自動公園。トイレポイントですね。はい。登山口はまだ向こうと。向こうです。はい、行きましょう。さあ、ここが寺の有料の駐車場と。で、ここから登山道と。はい。ここは三重走ルート。入ってる、入ってる。ほいで。まずは公式山。筆の山、ラハイヒ山、中山、中山、日上山。行きましょう。全通じ作戦スタンプ、へえ、面白いね。スタンプラインみたいな。おう、母ちゃん仕事するらしいよ。そう、あの人獅子年やだから。山頂まで 1000m。 はい、どうなってますでしょうか。タイムにして山頂まで22分らしい。山頂まで22分。はい、了解です。2分です。行きましょう。このままジグザグで山頂まで行くんかな。そんな感じで行くんだ。うん、ジグザグしております。はい、 923m に減った。まだまだです。 70m が降りたい。うん、バナナだ。残り 877m。 バナナ、バナナ、バナナ。この刻ん、なんで刻んどんでしょうね。何か意味がありそうだけど。空海ウォークはジグザグ。これじゃあ短縮ルートか。短縮なんかね。はい、短縮。出てきた。あるよ。あんまり見えんけど。合流。合流。これはジグザグしてきとんだろうね。うん。いや、こっちやな。いいですね。
よいしょ。ここ出てきた。おー、竜。なかなか急だったな。ワイルド。ワイルドでしたね。ワイルド。普通通らんからね、あそこ。絶対。ここ登山道の途中にショートカットするルートありますね。はい、結構厳しいですけど。おお。恵比寿さんがおる。こんにちは。弥生時代の棺桶。それどっちもそんなのね。ああ、どっち派？いや、それは違うと思う。うん、やっぱそっちやと思う。今から降りります。大師堂まで10分です。わかりました。はい、はい、行きまーす。はい、よいしょ。登山になったね。登山になった。道もラクダの道になりました。そうそう、空海ウォークの看板が登山道を誘ってくれてますよ。筆の山入り口。あ、で道路出るみたいですね。あ、登山口来た。来ましたね。うん、こっちからこう上がりたいと思います。そうだね、はい、うんうん、山頂まで40分となってます。これは足腰が鍛えられるな。うん、5つ登りますからね。つまり5回のアップダウンを挟むと。すっごい落ち葉の数、クヌギでしょうね。あとアベマキと、アベマキ、うん、コナラと落葉樹です。どんぐりころころ、どんぶりこー！どんぶりころころ、ころじゃー！どんぶりころころ、坊ちゃん一緒に遊びましょう！殺される。とんぎり山ばりの急勾配。なんか出てきたぞ。稜線に出たんかな。あ、なるほど。こことここのコルでポイントあって
ピュッと行って山頂ね。はい。はい、いいじゃないの。風が涼しい。さあ、ポイント到着と。山頂まで残り15分となってまして。はい。ごわくさんはごわくさん。こちら帰りというか、次行く。大阪峠、登山口。で、それ山頂踏みに行きましょう。あの向こうまで行くんでしょ、はい、これは鍛えられる。心肺機能がね、もう復活する、うん、おー F はー、山頂、筆の山。筆の山、絆の森。古くから人々に密着した里山として慕われて目指せ、人が入ることも少なくなり、後輩が目指せ。そこでこの筆山を新しい里山に見直そうとする取り組みを始めた。すごい素晴らしい取り組みです。なんだこれ、大台屋等かな、井戸かな、何でしょうね、うん、あれが次の目的地の賀拝山となってますけど、その前に大阪峠いうところに降りるんですね。降ります、はい、あの辺かな。それが何分ですかね。それが、約25分です。約25分、はい、でそこから1時間10分で山頂を登ってね、はい、はい、持ってきました。行きましょうか、峠の方へ。急な坂ですね。うん、香川県の山って綺麗な三角形してるけどさ、やっぱこういう風になるんだね。そう、なんか看板来ましたけど、そうですね、こっち行ったんだ、朝比奈登山口。朝比奈ちゃん あるんですね、うん、山っぷにはないっていうことやね。山っぷにはないですね、うん、これ続いてるのかな。あ、その電線のとこがなんか、うん、こっちが正解と、うん、こっからさ緩やかになるみたいだね。うん、岩場もあったりしてね、面白い。遠く箇所だ、ありがとうございます。はい、はい、やばいねこれ。だからこれです。うわ、崖行きますか。はい、よいしょ。
たすら登りになってる。今日撮ったら大体この絵よ。いや、登山は大体この絵になります。そうですね。ロープがやるよ。そうそう、ロープが設置されとったり、登山道はすごく綺麗で登りやすいと。登りやすい。さっきちょっと滑り寄るけど、ずる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 滑り寄るけど、滑ったらこれをね、そう、そう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 。あ、これオープニング、オープニング、うわきついな。たくましいな。次、ここですよ。あ、これ、これ、これ。次はこのルートよ。うん。こっちは崖やけんね。これ崖。うわぁ。危ない。ここ崖やけんね。まさに修行。ここ、V 字谷の中国だから。全然ここ、歩くあるけどな。すっごい勾配。これあの五岳さん逆走してるとかいう説あるな。これな、みんな向こうから来る。一般的には向こうから来るんかな。いや、これほんとすごい。よいしょ、よいしょ。急走もええとこやねこれ。全然進んでねえな。しんどいここ。あ、ここしんどい。ふ、なんかしんどいよ。よいしょ。あと15分。はあ、向こうの山より高くなりました。あの綺麗に陰っとるのはあの雲やろね。こういうの好き。うん、雲ありますよ。おお、雲。大きい雲。おお。あの看板からはちょっと勾配が楽になりましたね。本当ね。うん。これからもそうかな。わかりません。あ。言葉を失ったわ。あ、山頂着いたんちゃう？なんか見えるよ。どうだ？やった。ほんのもうちょいじゃ。やった。あ、来たか。ナンバー3。3つ目。ガハイシ山。ガハイシさん。来ましたね。こっちに眺望あるね。もぐもぐタイム。次行きましょうか。次はですね、はい、出社カジのコールみたいなところね。はい、はい、出社カジ奥の院まで15分。はい、行きましょう。でトイレも行きましょう。あ、綺麗な登山道。落ち葉もありません。避けてくれとんかな。うん。ここからの下りは急な下りだと予想されます。気をつけておりましょう。うわぁ、見えました。奥の院でしょうか。いやぁ、いい景色。うわぁ、すごい。すごいね。あ、絶壁感がいいね。うん。うん、いいわ。
ね、すごく楽しいです。いやすごい、わーお、さっき登ってたところ、この鎖を降りて奥の院になります。ほうほう、オッケー、ここ、これ何でしょう、何でしょう、何でしょう、当たりそうなんですけど、いいな、正座入って、お参りしましょう。足腰の健康、健康をお祈りしよう、お祈り、ああ、そう、よくない夜、あ、疲れ取れおる、うん、なんかこの穴からなんか吸い込まれる気がする、ああ、すごいね、次の目的地は中山となってます、はい、あれが中山、中山で何分でしょう、奥の院からは20分です、奥の院から20分、はい、了解、あそこにかすかに登山道見えますですね、うん、中山まで10分、10分なんだ、早いね、うん、田中さんに言うと15分でした、あ、はあ、これすごいやん、マジで修行、修行やな、よし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 、中山社長でございます、よしよし、これ次の目的地、よし、よし、中山、中山、眺望はあまりないっすね、ないね、ちょっと北側に見えるかなぐらいかな、ぐらいです、次の目的地は日上山、あの看板は55分と書いてますけども、ネマップさんによると40分と、はい、なってます、はい。
めちゃくちゃ急登で、うん、砂場なので、うん、ザラザラザラっと滑りますね。滑ります。忍者みたいに、忍者みたいに移動してくれる。張り付いてくれます。滑りますよ。はい、ヤマプさんのポイント到着しましたけども、ここから左に登山道が続いているらしいんですけど、それらしいのは見当たりません。これか。これっぽいな、ちょっと。ちょっと。ちょっと雑草がないというか、ちょっとなんか、道っぽい。あ、テープもあります。なるほど。私たちはこっち。20分で、日上げ山と。はい。登り開始ですね。登り開始です。これラストの登りだと思って頑張りましょう。はい。火吹く、火吹く。風海ウォーク。ワークさん。で、飛んできました。あ、いいね。書いてる、書いてる。日上げ山が残り15分だったのね。結構やっぱりヤマップの方が正しかったね、これは。そうだね。うん。快適やな。うん。てかずっと快適、互角さん。勾配はきついけど、登山道自体はめちゃくちゃ綺麗。綺麗やね。うん。ない。さあ平地になりました。もうそろそろ終わりでしょう。はい、着いた。日上げ山、よし、よし、やった。日上げ山、はい、はい、山頂はこんな感じとなっています。空海トレイル、これは元気になるな。うん、うん、元気になる。これ運動して、元気になる。この重曹路、ドラえもん、それは何だい。これは四国百名山の地図だよ。あ、最近のドラえもんの声だね。ニュージェネレーションですから。あ、そうか。さて、丸つけましょうかね。はい、それではこちら、ガハイシーさん、ガハイシーさん、よーし、行きました。佐川県、残るは大川山と大滝さん。ここに2つになりました。来ました。はい、そしたら登坂峠いうところまで降ります。はい、50分で登坂峠まで降ります。はい、はい、入りましょう。入りましょう。今から50分もかかるの？ねえ。大変ですね。下山なのに。下山するまで修行は続きますよ。はい、空海ウォーク。それデュークサライエ。デュークサライエウォーク。ちょっと違うな。ちょっと違うね。手上げてのやつやったね、あれ。違う違う。テーブル、そう、それ、それ。あ、デューク。デュークだ。うん。あ、よ、それ残したけ。あ、立派。無理無理、俺ちゃん。展望台。ヤマップポイントさんの近くに展望台。うわ、すごい。おー。え、変な音だな、今。おー。変な音だな、今。変な音だ。ああ、あれ、稲積山とかかな。うん。さあ、帰りましょうか。うん。今、オール巨人師匠のものまねしようっけ。帰りましょう。そうそう、帰りましょう。オール巨人知らんの師匠。お前パンパンやべ。うん、パンパンやべ。まだか。うん、まだやな。おお、どういうことは。こっちやな。うん、こっち。あ、これも回れる。あ、これ合流するぞ、これ。うん、うん、まあまあ落ち着いていけ。あ、まあまあ落ち着いていけ。大先輩よ、大師匠よ。はい、こんにちは。15枚券、気をつけてよ。
太ももパンパン。太ももがパンパン。あ、そうな。あ、小田裕二？小田裕二か。確かに。確かに。確かに小田裕二の声っぽいね、なんか。北に近いね、なんかね。違う、これオール巨人よ。巨人師匠、これは。はい、絶対間違えてはいけない分岐ですね。はい。はい。私たちは今回こっちの。そうっすね。公民館方面。公民館方面寄りますので。じゃないと、車まで遠くなるので、はい、公民館方面行きますか。行きましょう。はい。30分。30分となってます。はい、急斜面にいてね、ザレになってるんで、ずるずる行きますよ。皆さんご注意ください。うわ、危な、危な、危な。あ、わざとやってます、あれ。悪いやっちゃ。危ないよ。あ巨人師匠、何やった今。いや、今巨人師匠、マジで滑った。巨人師匠。危なかった。危なかった。危なかった。本当に危なかった。危ない。うん。危ないよ、本当に。ああ、また行く。また行く。待て、ああ、私おかしいだろ。すぎる。滑ってます。あ、危ない、危ない。いや、ロープないとマジで危ないな。これロープありがたいっすね。ザレザレ。ザレザレ。ありがたロープ。コンクリートだ。コンクリートだった。はあ。入れたらいいかな。じゃない？もう終わりですよ。ああ、出ましたね。さあ、帰ってきましたね。よし。ヤマップとは別のルートで短縮しながら行ってみるか。短縮しながら行ってみましょう。オッケー。とりあえずこの道、まあ、ほうだな。さあさあ、長いロードが始まりましたね。普通に歩くとね、お、公園まで1時間半ぐらいかかるらしいよ。1時間半、はい、これをどれだけ負けるか、はい、試してみましょう、はい、うん、ということで、さらば。車道でも登ってますよ。あれれ、また登山すんのかい。ほんとだ、もう広しまくっとるやん。しんどいしんどい。出社かじと行きましょうかね。はい、よいしょ。帰ってきた。終了。お疲れ様でした。